けくん。皆さんこんにちは。今回の MC1 号野崎梅太郎役中村雄二です。そしてこのクソ野郎なんでのアメリカ内的な感じなんですかいやクソ野郎だよ。 MC2 号三越島美子テクの岡本のみ子です。こんにちは。そして、さて今週からスタートしました、各週配信野崎くん、略して野ラジ。この番組はテレビアニメ月刊少女野崎くんのメインキャストを待ち回りで MC に迎えて、リスナーの皆さんとのコミュニケーションを図るウェブラジオです。今回アシスタントを務めます桜千代役小沢里です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ついに今週からテレビアニメ月刊少女野崎くん放送スタートですか。読んでます書いてる。そういうテンションで書いてる。バリバリ、うん、いやークソ野郎が受けたねいきなり面白かったですね。ちょっと面白かったです。ちょっと前から言おうかなと思った今日ちょっと思いながら来てたんですなるほど。あ、そこまで、うんうん、計算し尽くしつつ素晴らしいです。僕の計算以上受けたんでよかったガイガドガでしか僕は聞いたことなかった。いやいや、あるね。何ですか。なんかあのちょっとタチの悪い B 級映画とかでさ、なんかラジオ MC じゃないけどさ、その司会の人がさ、さあそして今日はこのクソ野郎どもだっていう、そうありますよ、ね。うわーってそのノリでした今。そうですね。はい。面白かったですね。面白かったということで、まああのアニメがですね、もう今日から。今夜ですね、7月6日テレビ東京さんですね。おで、まあその後はですね、明日以降ですね、続々とやっていくなというところでね、時間がそれぞれあの放送局によって違うので、そういうのはあの公式でチェックしていただければと思うんですけど。そうです、ね。もうね、僕はこれありがたいね、これテレビ瀬戸内さん、はい、これやるんですよ。これテレビ瀬戸内ってあの僕の出身地のあの香川県の方に、この中だとねそれ以外多分一切映らない。まあ ATX はちょっと加入してればあれですけど。そうですね。だからそうなんですよね。なるほど。四国、そう四国香川県のものどもにですね。これ珍しいとこですか。珍しいです。そうなんですね。やっぱ地方、あそうか。え地方じゃない。東京生まれ。うわクソ野郎。本当にクソ野郎になっちゃった。そうそう。いやいや、やっぱりね地方はね、あのこの地方の局が、はい、これ例えば野崎君だったら野崎君をじゃあうちも放送しよっかな買いますっていうふうにこう入ってくれないと流れないわけですよ。で僕が特に地元にいた時なんかはこう深夜アニメとかあまりね流れてなくて。確かによ、うち田舎、うん、両親の田舎が愛媛なんですけど、うんうんうん、帰った時にアニメ自体まずあんまやってないやってなかったりするよね。正直言うと夜テレビ終わるの早いからね。あ、そう、早かったっす。そうなんですね。ずっと砂嵐だったりします。10時以降のカラーバーがいいか、そうそう10時以降、そうですね、11時とかになるともう、あそうでした、そうでした。なのにね、あの僕地元いた時にあのアニメ誌とか買って、はい、何々のアニメ、テレビ東京系列、何時かって書いてある、はい、何時にテレビつけたら何も映らない、はい、事情知らなかったからね、小学生の時とか中学生の時とか。そうですね。すごい。それが1時40分深夜。そうです、テレビ瀬戸内さん、すごい、おめでとうございます。7月9日水曜日、毎週水曜深夜1時40分から、皆さんの中村雄二が来てますよ。香川県代表の中村さんが来てますよ、はい、ぜひ皆さん見てください。まあ、その他の曲もぜひ皆さん見てください。そうです、あのテレビ瀬戸内さんだったらあの高知もひょっとしたら映るかもしれないね、はい、ひょっとしたら時々小野大輔っていう人も映るかもしれないんで。あ、そうだ、はい、そうですね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速いきましょうかね、略して野ラジ第1回目始まりのお時間です。